ついに欧米でも EV 一本化は危険という指摘が出てきました。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、本日のテーマは、BMW の CEO が EV 一本化に反対、EV シフト一本に絞るのは危険すぎる、トヨタに学ぶべきをお送りします。BMW の CEO が EV 一本化に反対する。世界は EV を普及させることに必死ですが、現実は厳しいものがあります。充電時間やバッテリーの安全性など、多くの課題が残っているのです。そうした状況のため、徐々に世界の自動車メーカーも EV 一辺倒の姿勢を変え始めています。今回は、そんな海外の自動車メーカーの EV 一辺倒からの方向転換について見ていきたいと思います。まずは報道内容です。世界有数の自動車メーカーである BMW の CEO オリバー・チフセ氏がドイツエアランゲンで開催されたイノベーションデーに出席した。その際、世界の自動車メーカー各社は水素などの代替燃料を使用する車の開発にもっと注力すべきだ。また、速やかな脱炭素化を実現するためにも、欧州の政治家たちはもっとあらゆる新技術に対してオープンな態度を取るべきだ。今のように EV だけに焦点を当てるのは大きな間違いだと述べた。現在、世界の自動車業界は脱炭素化に向けて揺れに揺れている。フォルクスワーゲンやメルセデス・ベンツなどは EV 化のみに焦点を合わせている。一方で、フェラーリ、アストン・マーティン、ポルシェ、そしてランボルギーニはガソリンエンジン車を廃止するかどうかについての明言を避けている。代替燃料の可能性を探りつつ、EU の今後の政策変動を注視しているのだ。また、パガーニのように EV 化を行わないと公言したメーカーもある。そして、BMW やトヨタのように、水素などの代替燃料を使用する車と EV の両方に取り組む戦略を取るメーカーも増えている。そうした中、BMW の CEO オリバー・チェプセ氏は、EU が内燃機関を使用する車を全廃しようとしているのは間違っている。EV シフトに全振りしてしまうと、自動車産業の規模は縮小し、今までエンジン部品等を提供してきた中小企業のほとんどは倒産してしまう。世界各国の様々な産業界が、毎年 5% ずつ CO2 排出量を改善することができれば、気候変動への改善効果は期待できるはず。もちろん自動車業界も協力はするが、その選択肢は決して EV 化だけではない。トヨタが率先して進めている水素燃料車がその選択肢の一つとなり得るのだと述べた。もちろんオリバー・チフセ氏は水素燃料自動車を BMW が推進すると明言したわけではない。しかし EV のみが未来ではなく、自動車業界は様々な選択肢を持つべきで、その一つが水素であるということを指摘した。少し前であれば EV シフト以外の可能性について言及しようものならば、株主から袋叩きにされる可能性が高かった。しかし最近は公に EV 化のみにフォーカスするのは危険だと主張する自動車メーカーのトップも増えている。プジョーやシトロエンというブランドを抱えるステランティスのカルロス・タバレス CEO もその一人だ。彼は、現在の EV シフトへの強い流れは EU の政治家たちが勝手に決めたものだ。我々自動車メーカーや消費者が選んだものではない。何でもかんでもガソリン車を悪にする風潮に我が社は納得できていない。消費者が望まない製品に多額の資金を投じて開発し販売せねばならない自動車メーカーの辛い立場を政治家たちは知るべきだと述べている。こういった全面的な EV シフトへの継承については様々な方向性がある。これは自動車産業に従事する人々の雇用創出という観点からであったり、そもそも EV の充電に使用する電力の発電方法がクリーンでなくては意味がないという意見だ。しかも製造過程や排気問題まで考慮すると、EV が必ずしも環境負荷が低いとは言えないという指摘もある。ボルボによる試算では、EV の製造時にはガソリン車の 1.7 倍の CO2 を排出しているため、EV がガソリン車よりもエコになるには約11万キロも走らねばならないという結果が出ている。さらには、そもそも消費者が EV 化を望んでいないという声も多い。そしてノルウェーのように積極的に EV 普及を推進した結果、トラブルが起きている事例もある。EV に充電するため、充電スタンドに長蛇の列ができているのだ。また、先日のカリフォルニアのように、
充電のための電力が足りなくなったりという事例も発生した。 EV は環境に優しいかもしれないが、ユーザーや一般人の生活に対して大きな負担を強いるという一面もある。現在では多くの人がそういった EV のネガティブな側面にも目を向けるようになっており、少し前とは風向きが確かに変わってきている。 BMW は内燃機関、ハイブリッド車、電気自動車、そして水素を動力源とする量産車の開発にこだわり続け、このあたりはトヨタの戦略と非常に似ている。しかもガソリンエンジンの開発を終了させたメルセデス・ベンツやアウディとは異なり、今でも新規にガソリンエンジンを開発している。ここもライバル車とは大きく異なる点だ。 BMW は自動車業界ではかなり早い段階から電動化に取り組んできた。だからこそ他社よりも多くの EV 化の問題点に気づいているのだ。オリバー・ティフセ CEO は、多くの国において電気充電ネットワークの拡大が気候保護目標を十分に達成するレベルにまで至るにはあまりに多くの時間が必要となるだろうともコメントしている。各国の自動車メーカーが EV 化のみに焦点を合わせるのは危険だ。もし EV 化が無理だとなった時に他の策がなくなるからだ。ガソリンエンジンの延命が一転して認められてしまうと、ガソリン車の製造ラインを廃止して EV 用に作り直したメルセデス・ベンツやベントレーは倒産する可能性も考えられる。この先どうなるかはわからないが、少し風向きが変われば、その自動車メーカーの経営が大きく揺らぐことになる。果たして先見の明があったのは EV 化のみに絞る自動車メーカーなのか、それともガソリンエンジンにこだわり続けるメーカーなのか、それがわかるのはもう少し先のことになりそうだ。以上が報道内容です。 EV 一辺倒の戦略はもう厳しくなっていますね。そう考えると、やはり最後に生き残るのはトヨタや BMW のような企業なのかもしれませんね。こうした状況には人々から多くの声が寄せられましたのでご紹介します。日本の反応。 EV シフトには技術的にも経済的にも自動車メーカーの経営的にも課題が多すぎる。できる、やると言えるのは世の中のことを分かっていない政治家とその政治家に抵抗できない官僚だけというのが実際みたいだね。トヨタがいくら主張しても注目されず、 BMW が真似て同じことを言い出し始めたら日本のマスコミもざわめき始めたようだ。全面的な EV シフトがそんな簡単にできないことはみんな薄々は気がついているはず。でもおそらく環境団体やそれに同調した政治家たちからの圧力が強烈だったのだろう。 EU 内部でもようやく EV に異を唱えることができる空気が出てきたようだ。 EV は季節によってバッテリー性能が変わるし、いざ電力切れの時の対処も大変だ。もしこの先ガソリンが枯渇するなら早めに水素燃料エンジンに転換すべきだろう。近隣への移動やガソリンスタンドの少ない地域での使用であるならば EV でも十分と思うけど、移動距離が長い人はバッテリーの寿命や充電忘れとかの時に困りそう。そういう意味では使用途に合わせた選択が必要じゃないかな。エンジン技術で日本に勝てなくなった欧州と中華がタッグを組んでちゃぶ台返し的に EV 一本化を企んだんだろうけど、全世界 EV 化は無理。自然災害が多い日本や途上国、雪国では内燃機関車が必要。ガソリン、ディーゼル、水素、ハイブリッド、EV などいろいろな種類の車を残しておくべき。重機や軍用車両の EV 化は無理だしね。大変な現場で使われる車両になればなるほど内燃機関の方が優れていたりするよ。まあハイブリッドにはできるかもしれないけど完全電動化は無理だろうね。水素を燃料とした場合、化石燃料よりはクリーンな排気にするのは容易で、エンジンの構造を単純化できそうな気がする。燃料とする水素の製造も技術さえ進化していけば価格も下がるだろう。水素などハイブリッドなエネルギー変換を進めれば、既存のエンジンはまだまだ活躍できそうですね。EV 化によりピーク時の電力需要が極端に増加すると、当然電力供給インフラも肥大化し、電気料金は異常に急騰する。当然今普通の暮らしをできている人たちの中からも貧困層に落ちていくものもかなり出てくるだろうね。今の日本の充電インフラの整備状況では、都市部の人も2つ先の県まで行くために充電計画を考える必要がある。さらに充電スポットに充電待ちの車がいないことを天に祈る必要がある。
そんな状況で推し進めようとするのがおかしい。バイクの EV 化はあり得るかな。そこまで長い距離を走らないしね。配達なんかの距離が短い用途ならば、電気バイクの方がいいかもしれないし。EV はガソリンエンジン車にとって買われるものではない。EV 推進派は環境について言っていますが、実際のところそれほど環境にいいものでもありません。発電やバッテリー製造のために排出される CO2 の量や、バッテリーを短時間で廃棄することなどを考えれば、むしろガソリン車の方が環境にいいのかもしれません。それにもかかわらず、ここまで EV を世界が推進する理由の一つは、日本車叩きが挙げられます。日本車を内燃車で超えることは難しいので、EV を普及させることで駆逐しようとしているのです。しかし、充電時間の長さや航続距離の短さ、台数が増えることによる電気消費量の増加、停電の誘発などのデメリットを考えると、EV に一本化することは現実的ではありません。EV はガソリンエンジン車にとって買われるものではないという認識は今後どんどん世界に広がっていくことでしょう。そうしたことを考えれば、やはり今後もトヨタをはじめとする日本の自動車メーカーが勝利することでしょうね。あなたは BMW が EV シフト一本に絞るのは危険すぎると警告していることについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。